運動自転車スーチャリティー はいどうも、EJT の鈴木です。ここ最近ですね、非常に寒くなってきたので、電動アシスト自転車で起きうる冬のトラブルについてね、ご紹介していこうと思います。皆さんね、電動アシスト自転車の冬のトラブルといえばですね、バッテリーが動かなくなってしまうとか、なんかアシストが弱いとか、タイヤがですね、夏タイヤのままで滑ってしまって事故を起こすとか、そんなトラブルがね、思い浮かびやすいんじゃないかなと思うんですけれども、もう一つね、非常に大事なことを今からお知らせします。自転車に乗る前に確認すれば済むことなんですけれども、それを 怠っててししししままううとと大きなな事故を起ここししかもしれないことですブレーキワイヤーが凍ってしまうという現象です。これ自転車だけではなくてですね、バイクとかでも起きうる話なんですけれども、ブレーキワイヤーが凍るとはどういうことかというと、これはね、パナソニックの b b EX なんですけれども、このハンドルのところから黒いワイヤーがずーっとこう、いろんなところに伸びているじゃないですか。このうちの一部がですね、ブレーキのワイヤーです。ここにあるブレーキのレバーを握ったら、ワイヤーが引っ張られて、 で前輪または後輪のブレーキがととかかっててタイヤを止めてくれるという、まあそういう簡単な仕組みになっているんですけども要はこのブレーキを握った時にこのワイヤーがここの中で動かないとブレーキっていうのは効かない構造になっていますつまりですね周りのこのホース状のものの中をワイヤーがこう動いているんですけれどそれが中で凍ってしまって動かなくなるとブレーキが効かなくなりますでそんなことあるとなんででそこの中でワイヤーが 凍るのっていうことなんですけども、これワイヤーと周りを覆っているホースですね。まあそこの隙間にですね、水分が入ってしまうことがあります。この中に入ってしまった微量のこう水分とかがですね、凍。 で、このワイヤーが動かなくなってしまうということが起きます。で、僕ですね、これ実体験を3年ぐらい前にしております。で、その時はバイクだったんですけど、バイクで普通にエンジンをかけてね、ブーンとこう走り出します。で、走ってって、すぐね、駐車場出たところで停止線があるんで、そこでブレーキをかけようと思ったらですね、ブレーキがかからないわけですよ。 なんかこのブレーキを握った感じも硬いなぁとは思ったんですけれどどうやらワイヤーが全く動いてなくてですねバイクなんで前に進んでしまうわけですよアクセルをこう吹かしている間はアクセル戻しても惰性で進んでしまうので本当に車が通っている中だったんで例えばですよ他の人との事故を起こさないためだったら足をついてズリズリと止めるとかエンジンを切るとか最悪の場合ですね自分でバイクをもう転倒させてしまうっていうことも選択肢であったかもしれないんです けども慌てふためいてですね何もできなかったと最終的にはですね幸いにもそんなにスピード出してなかったのでまあ止まれたんですどのぐらいだろうな2メートルぐらいかな思わぬ事故はね避けられたんですけれどもブレーキの確認を事前にしていなかったがためにですね命を失うところでしたということで皆さんもですね冬の時期に自転車に乗るときはですねブレーキ確認してから乗ってください握 ちちゃゃんんととととブレーーキののワイイヤヤがが引っっっ張らられててててタイがちゃんと動かかななくなってるぞいいいうううを確認ししし走り出しまましょうということでございますじゃあ、万が一これが凍ってしまって、ブレーキが効かない状態になっているとしたらですね、皆さんどうするかというと、このワイヤーの部分を温めて、氷を溶かすということをすればいいだけです。とりあえずは。このワイヤーの周りをですね、温める方法としては、まあ、温かいお湯で絞ったタオルをですね、そこにかぶせて溶かすとか、北海道をお持ちの方は北海道で溶かすとかですね、まあ、温かい部屋に持ち込むっていうことも できるんですけどもなかなか自転車をね部屋に持ち込むっていうのは難しいかもしれないのでまあどういう方法でかこのワイヤーの周りを温めて溶かしてくださいで絶対にやってほしくないのが このワイヤーをですね、直火で温めるっていうのは絶対やめてください。ライターで炙ったりとか、ストーブのめっちゃ近くに置いておくとか、そういうのもちょっとあんまり良くないんじゃないかなと思います。あの、ライターで直火っていうのは、なおさらですね、このホースの部分とこのワイヤー自体が熱されて溶けたものがこう固着してしまって、またあの、凍結した時のようにね、全く動かなくなってしまう可能性もありますので、直火は絶対にやめましょうと。じゃあこれを氷を溶かして、ブレーキ引くようになりました。走行できますってなった後ですね、その中で溶かした 水ってどこかに消えてるわけじゃないでですすよよねねそののワイヤーの中に、ね、まだ蒸発してあるわけなんですよっていうことは再発します。またあの凍ってしまう可能性もありますので、乗るとき必ず前もってブレーキが効くかどうか、毎回毎回確認しましょう。別に冬じゃなくてもですね、ブレーキが効くかどうかの確認っていうのは乗車前点検ということで必要なことではあるんですけれども、正常に動くかどうか確認をしてから乗るようにしましょうということでございます。ワイヤーの他にも、例えば鍵の部分が凍りついてしまって動かないとか、いろんな現象はあると思うんです ですけれども冬っていうのは、なおさらね、トラブルっていうのが起きうる可能性がありますし、トラブルが起きた時に、自分の身に危険が及ぶ可能性も非常に高まる時期でございますので、この冬はね、注意して乗りましょうと。危ないなぁと思う方は、まあ、自転車冬に乗るのはやめましょうというのが本当のアドバイスになるのかもしれないですけれど、そうは言ってもね、乗らないといけないんだという方もいらっしゃると思うので、まあそういう方々はね、タイヤをこう、スパイクタイヤ、スタッドレスタイヤにするとかいろんな方法がありますけれども、それは各自ですね、自転車屋さんに 相談しながら決めていただければと思います。はい、ということで、今日はありがとうございました。イチャイチャの鈴木でした。